男子シングル第2位、現在世界選手権3連覇中。この大会では3日間にわたり素晴らしい演技を披露してくれました、ロシアのアレクセイ・ヤグディンさんです。男子シングルで2位になりました、ロシアのアレクセイ・ヤグディンです。曲はグラディエーター、スーパーファイナルと同じです。ナイフですね。ここでも小道具が一つ出てきました。曲がグラディエーター、剣闘士ということですから、それに合わせた小道具ですね。プルシェンコ選手との1対1の対決の時に力強く演技しきって、プレゼンテーションでは5人が 5.9 をつけましたよ ね。ナイフを持ったままトリプルフリップですね、はい、やっぱり難しいものですか、持ったままというだけで。そしてトリプルアクセル、持ったままというのはね、はい、なかなかねタイミングがつかめないんですよ。ですね、フリーのね、はい、プログラムがこのグラディエーターですよね、そうすると振り付けがあるわけですけれども、はい、こうやってナイフを持ってみるとね、はい、その意味合いがより明確になりますよね。あ、そうですね。ですからフリーの後にこういうエキシビションをやると、その次のフリーの時にあれがどういう意味かというのはみんなわかりますよね。あ、なるほど。演技だったのがどんどん映画の再現のようになってきましたね。試合の、ね、プログラムでは、ね、ここまで、ね、はい、演出できませんからね、この映画に感動してこれを選んだというヤグディンですから、思い出も表情に表れています。トリプルトーループですね。正確な上にね、非常にその一つ一つのステップがね、力強くね、しっかりしているんですよね。そのステップに支えられた上半身の演技がありますから、はい、やはりものすごく見応えが出てきますよね。グラディエーターを演じましたアレクセイ・ヤグディンです。男子シングル2位、ロシアのアレクセイ・ヤグディンさんです。 And that was Alexei Yagudin from Russia finishing second in the men. ヤグディンは来月の世界選手権4連覇を狙っています。
まあ、それにしてもね、はい、本当にねトリプルジャンプがもうあれですね、ステップのようになってますね。ナイフを持っても軽々と着地してますね。これだけのね正確さを持ってればもうほとんどねそこには集中しないで他のことにね集中してね演技ができますよね。はい、お客さんから帽子をもらいましたね。それにしてはあれですね、本当にこれだけのね、はい、あの振り付けをね全身でね踊りながら滑ってかつジャンプまで飛べるというね、すごい体力ですね。全体通して力強いですね。そうですね、やはりねあのそれだけねあのまず体にね非常にいい筋肉がついてますよね、ですからそしてあの非常に体ができてますからまず基本的にスタミナがあるはずですね。お願いします。男子シングル2位のロシアアレクセイ・アグディンです。ナイフを持っての登場。トリプル3連続でインバートフライシットスピン。ロシアのアレクセイ・ヤグディンさんでした。笑顔で手を振りました。アレクセイさん、ありがとうございました。ダンシングの2位のロシアアレクセイ・ヤグディンでした。